はいどうも、アキです。パワプロアプリやっていきます。はい、今回はですね、またまたお久しぶりに第3回パワプロ初心者講座の動画を撮らせていただきたいなと思います。で、過去のこのシリーズの動画に関しましては、右上アイ、カードのところを辿っていただくか、概要欄のパワプロ初心者講座再生リストの方からぜひご覧ください。はい、で、第3回目のテーマといたしましては、特殊能力というものを一つテーマにしたいなと思っております。特に特殊能力の取得タイミングについてのお話でございます。まあ、こちらのね、質問がやはり1年間パワプロアプリの動画を配信してきて一番初心者の方にね、多くいただく質問だと思います。はい、もう本当に今でもね、全動画チャンネルの全動画合わせて1週間で10件ぐらいはね、コメント、そういうコメントいただくのではないかなと思います。逆に言いますと、一番初心者のうちここをですね、抑えてあげるだけでぐんとサクセスが伸びます。っていうかここですね、なんだかんだ一番本当に一番伸びるポイントって多分これを押さえた時だと思いますので、ぜひともご参考いただければ嬉しいです。はい、まずはですね、その基本的なルールがあるので、それをねご説明する前にまずおさらいしておきましょう。はい、サクセス中に赤びっくりが起きますと、まあ太平楽だと青びっくりなんですけど、まあ赤びっくりが起きますと、ですね、経験点もしくは特殊能力をそのイベントキャラからいただくことができます。で、大前提としてまず、SR キャラの場合だと、まあコツレベルボーナスが基本的にはみんなね、だいたい 40% ですよと。ただまたね、イベント、そのコツ、そのテーブルのお話もあるので、また前回の動画もね合わせてご覧いただければと思います。まあテーブルによっては54とかっていうのもあるんですけど、基本的には44くれますよと。で、SR だと、まあ、レベル15以上になってると、コツレベルボーナス2がつくので、コツレベル3、一気に、割り引いてくれることになります。で、PR だと、レベル25いってると、同じく3。15から24の間だと2。で、R だと、15以上だと2。で、N、もしくは、今言ったレベル以下のものだと1、割り引いてくれますよと。特殊能力を、もし、割り引いてくれる場合には、はい。っていうところをまず大前提に一つ押さえていただければと思います。はい。まあ、ただ、いかに守るところはね、ちょっとテーブルが違って、そのびっくりでの経験点が54ぐらいあるよっていうお話は、前回40分ぐらいしたので、ぜひとも、前回の動画もご覧いただければと思います。はい、で、ここまでを、まあ、基本中の基本、大前提として、これからちょっとね、その、特殊能力取得のタイミングについて具体例を交えながらお話ししたいと思いますので、少し画面を切り替えたいと思います。はい、でですね、こちらの画像をご覧いただきたいんですけれども、こちらの画像はパワーヒッターのコツが割り引かれていない状態のものと、コツレベルを3でくれている状態のものを比較したものになります。ちなみに左から筋力、敏捷、技術の経験点でございます。で、真ん中のものが、割引かれ、いくら割点数が割引かれているかというものを、書いたもので、合計151点、コツレベルが3になることによって 60% オフになることによって割引かれております。なので、この44っていう数字はですね、まあ、SR キャラクター、これ、ウド君から教えてもらったんですけど、SR の。もしですね、SR のウドがですね、パワーヒッターのコツを教えないで、経験点をくれていた場合、44点ですので、パワーヒッターのコツを割り引いてくれた場合は、151点も割り引いてくれるということで、コツを割り引いてもらった方がいいよねっていう。これが大前提のね、考え方となります。まあ、けどね、ここはね、どう見ても、コツ割り引いてくれた方が美味しそうなのがわかると思うんですけれども、そういう理由で、いつ取得するか決めております。なので、次の写真に移動いたしますと、こちら。はい。コツレベル3とコツレベル5のものをね、比較したものになるんですけれども、こちらに関しては、38、3、10割り引いてくれますと。なので、もう一回、ウドくんがこれ教えてくれたんですけれども、ウドくん、じゃあこれ、コツ3で取るのがいいのか、コツ5で取るのがいいのか、どっちなんだと、いうのをね、がよく一番いただく質問なんですけれども、じゃあ SR のうどくんには、これを、コツを教えてもらった方がいいよねと。経験点でくれるときは44、割り引いてくれるなら51、じゃあ7点お得だから、パワーヒッターに関してはコツもう一回待ちましょうというお話でございました。はい。こういう考えでですね、やっていくと、全部大体、いつ取るべきなのかっていうお話が見えてきます。例えば、SR のサイガ、
ところだとパワーヒッター、広角、固め打ちっていうこの3つの特殊能力を持っているんですが、これから言うと、結果から言うとパワーヒッターと広角に関してはコツ3よりコツ5で取った方がいいです。ただ R とか SR 混じりのデッキで例えば 70% オフとかコツ4とかいう状態にもしなった場合はですね、コツ4と 70% オフと 80% オフだったらさすがにね、計算するまでもなく、70% オフで取った方がいいっていうのも、まあ理由はこの理由ですね。はい、この大なり小なりが表しているやつです。で、災害に関してはパワー比広角に関してはコツ3よりコツ5で取った方が経験点より割り引いてくれます。ただ固め打ちっていうものに関してはコツ3、要はコツなしからコツ3の時は44以上割り引くのですが、コツ3からコツ5にかけては44以上割り引けません。なのでコツ3で取りましょう。もうこれが基本的なまず考えでございます。はい、ですね、これを本当にちゃんと理解するだけでグッとサクセスは伸びます、本当に。で、野手の場合、野手作成の場合、基本的には、パワー比、広角、安倍比、この3つ、および二重丸系は、コツ2回、コツ3、まあ、SR フレンドで連れて行って、ちょっと、コツ5とかをね、おのおのコツ5、70% と 80% の関係とか、70% と 50% の関係、そこに 38RPR の場合の38っていう場合はちょっとおのおのの皆さんで計算していただきたいんですけれども、基本的にはそのコツ3コツ5の関係で言うと、パワー比、安倍比、高額およびまあ二重丸系以外は基本的にはコツ3で抑えて大丈夫と捉えていいと思います。はい、でここまでが本当にコツ押さえの基本的な考え方、まあ、これが大前提にありますよっていうお話でございます。じゃあ大前提これだけ考えて取ればいいんじゃないのっていうお話になりますと、またね、これがね、これが大前提なだけで僕は結構最近、特に昔はね、僕はこの大前提を守りすぎていた。最近ね、それを見直していてですね、ここから発展的なお話になるんですが、これだけじゃないよと、他にも考えてあげることはありますよっていうお話したいと思います。またまたちょっとパワプロアプリの方に一度画面戻しますね。はい、でですね、こちらはちょっと極端な例をご説明するために、先ほど適当にデッキ作ってきた感じでございます。フレンドさんは連れていかないと捉えてください。はい、で僕はまずこんなデッキでね遊んでいましたよと、まあ、打撃に筋力3入れてあげて、パワー比、安倍比、広角とかはね全部基本的には取りたいので取得しようと。で、パワーヒアビヒ広角、この人たちで全員取れますので、取ろうとしているデッキでございます。じゃあまず、このデッキで、コツをもらう前に押さえたいものとしては、竹本のこの体当たりというものですね。はい。なぜなら体当たりっていうのは、経験点50、13、もともとあるのかな。筋力50、精神13か12ぐらい。で、それがまあ 30% オフされたところで44以上割り引きませんよと。まあいうところでコツを抑えます。ただ、もしですよ。これが、竹本まあそういう理由もあるんですけれども、もし、体当たりがもうちょっと重くて、じゃあ45割り引いてくれるというぐらいの経験点だったとしましょう。じゃあ44以上割り引くから待つのかっていうと、僕は滝本を入れたデッキの場合は、もし体当たりがもうちょっと経験点必要で45割り引いてくれるとしても、僕はコツ直取りで抑えます。コツレベル0の状態で。というのも結構ね、滝本これ見ていただいたら分かるんですけど、チャンス、安倍比、パワー比、広角っていう打撃系で一番つけたい4つを持ってるんですよ。まあ、このデッキの場合コツかぶりが多いので大丈夫そうなんですけど、例えば捕手とか作るとき、まあ、こんなデッキとか最近考えてるんですけど、こんなデッキで例えばまあ東条もいなかったりとかすると、これでね、例えば東条の枠がまあ有村とかにしよう、こんなデッキだったとすると、広角はまあ進むは持ってるんですけど、これフレンド聖です。ちなみに広角はまあ進む、広角と阿部比一応進む持ってるけど、パワー比とかチャンスとかね、基本的には滝本からもらいたいと。まあ進むに関しても守備コツとかキャッチャーとかもらいたいんで、ってなると体当たりなんてもらってる暇はないんですよ。そこ体当たり教えてくれるぐらいだったら、それを先に押さえといて、これを教えてくれる可能性を低くしなくして、こっちを押さえてもらい、教えてもらいたいっていう、その経験点だけではなく、ケースバイケースによってこの重要な得の、まあこれね、たかがそのもし45割り引いてくれるとしても1点差じゃないですか。でも例えばパワー比とかの1回目って、さっきも見たように100何十点割り引いてくれる、そのね大きさ
まあもちろんそのうまくハマってね、全部教えてくれた時が一番いいかもしれないんですけど、その安定性とかも考えたりします。ちょっと後でこのデッキ使うから戻します。はい、でこのデッキ見てみましょう。このデッキですね、阿部飛を取りたいと思って作ってるんですけど、デッキ的には阿部飛を持ってるのが滝本のみで、じゃあ、7月4週ぐらい、もう甲子園出ますよぐらいの時にやばいと、まだパワーヒも広角もコツ3でしかもらってないと、このデッキ使ってて、まあ正直言うとさすがにこんだけパワーヒ広角持ってる人たちいたら教えてもらってると思うんですけど、まあなんか奇跡的なことが起こって、コツ3でしかまだ教えてもらってないよとなりましたと。で阿部飛をまだ教えてもらってませんと。で、8月1週の練習で滝本がびっくりしました。パワーヒと広角、コツ3ですと、まだで阿部飛に関してはコツをまだ1回も教えてもらってませんと。で阿部飛は絶対取りたいと思ってます。じゃあどうするか。でチャンスはもうじゃあ2回来てることにしましょう。コツマックスになってることにしましょう。これとこれがコツ3、これコツもらってません。じゃあまだこれ51割引くんだったっけ、さっき見た感じ確か広角も51だったんですけど、44以上割引くからまだ抑えないかっていうと、それはねもう抑えちゃうんですよ、パワーヒと広角は。なぜなら、そのちょっとの76ぐらいだったら、それをしっかり抑えてあげることによってここの百何十をちゃんと割り引かれるようにしたい。もう8月1週だった、あと2回しか練習ありませんので、滝本多分びっくりしないでしょう、もうっていうところで、パワーヒと合格に関してはもう抑えてあげる、その時点で。で阿部飛のコツレベルを割り引いてもらえるようになるべく仕組める、まあ仕向けるですね。はい、まあもし仕向けたとしても経験点くれることもありますので、確実にじゃあパワーヒ高額そこで抑えたからってもうコツレベル教えてこないようになるのかっていう、阿部ヒのコツをね必ず教えてくれるようになるのかっていうと、まあパワーヒと高額のねコツを必ず教えてこないようになるだけで、もしかしたら経験点かもしれないっていうところはあるんですけど、要は可能性を高めていくっていうところです。はい、っていうところなので、まあそのね、さすがにじゃあなんだ、阿部飛を教えてもらいたいからパワー飛コツない状態で直撮りするかっていうと違うんですけど、その44と、51っていうところで見ると7ぐらいしかまあ変わんないんで、まあその7ぐらいは捨ててあげて、阿部飛の方をね、しっかり抑えれるようにしましょうと、まあそういう考えをする時もありますというお話でございます。まあもちろん今の話で言うと一番完璧なのは8月1週、パワー飛とね広角、コツを抑えないコツ3の状態のまま滝本のびっくり言ってみて阿部飛を教えてもらって、次の週例えば才賀とか東条が、パワー飛か広角のコツくれたらね、それは一番なんですけど、なかなかそんなうまいことははまりませんというところです。でもう一パターンありますね、例外が。はい、これ経験点の中身とか適当に書いておいたんですけど、こんなデッキがありましたと。はい、こちらですね、守備4枚に筋力1つという編成でちょっと遊んでみようかなとかいうか、まあ、普通にこういうデッキ編成たまにやるんですけど僕、こういうデッキです。これ何かっていうと、守備練習いっぱい入れてるのでより技術が来やすいですよと。で筋力1枚投手を入れて、まあ、そこだけで筋力を稼いでいこうと。まあ、技術がいっぱい来る場合はね、その分パワーを稼がないと、筋力を稼がないと、技術が余ってしまいますというデッキでございます。はい、でそういう場合にですね、こちら東条の特能を見てあげますと、パワーヒと広角というものでございます。でまあパワーヒはそんなあれなんですけど、例えば広角だと技術と筋力を全く同じ量必要とするんですよ。なので確か、コツ3からコツ5に割り引かれる瞬間はまあ25ぐらい割り引くのかな、と精神1とか割り引くのかな、広角打法は。はい、っていうところです。でより東条からは筋力を得たいと、要はタックでもそうなんですけど、びっくりした時も筋力を得たい。要は広角コツ3からコツ5を割り引く時、まあ経験点51ぐらい割り引くけれども、その中身割り引く中身が筋力が25と技術が25と精神が1で、竹本ごめんなさい、東条からはこのデッキのサクセス中はより筋力ポイントをもらいたい。でも東条、もし経験点くれた場合は筋力を44くれますと。
じゃあもう技術はもう余ってるから、もうこれもてかサクセス終わった時に多分どう割り振っても余っちゃうからもったいないとなりますと、もうじゃあ降格に関してはコツ1回あコツ1回でコツレベル3で抑えてあげようとかいうね、そういう考えもあります。その経験点の種類、中身、いっぱい割り引くからいいんじゃなくて、その中身が何なのか。今筋力が足りてないから、じゃあ今みたいに当初の降格をコツ3で抑えようとか、そういう考えもね随時必要になってきますっていうのが、まあ大体代表的な2例かなと思いますね。はい、もうあとはね、まあ3つ目というか1つ目と大体一緒なんですけれども、他のイベキャラとの得のを比べて、例えばね、サイガの固め打ちがどうしても欲しいっていう時は、じゃあパワーヒー降格をね先にコツ3で潰してあげることによって、サイガから固め打ちもらえますよとか、そういうことですね。まあこれは最初の1と大体一緒かな。はい、っていう感じで、まあ他にもねこんな感じで考えることはもろもろあります。まあこれ以外のことでね考えることをもしあって、サクセス中に、僕のサクセス動画中でもしコツの取得タイミングを普段とはちょっとイレギュラーな感じで変えるなら、僕は多分ね自分の考えはご説明すると思います。まあただそれがね結果から見て間違ってるのか正しいのかっていうのは、皆さんねいろんな考えがあると思いますので違うと思うんですけど、基本的なまあ僕の考えじゃなくて、多分これはまあサクセス全般的に、皆さんがうまい、もう僕は全然下手なんですけど、うまい方々が思っている、まあある程度パワープロをね遊んだ方が思ってるって言えばいいか、思ってることは基本的にはこんな感じです。なのでまずは基本的なもの、経験点もらった時の方がよりいいのか、それともコツを割り引いた方がよりいいのかっていう、経験点の差で考えるっていうのがまず大前提として、今回覚えていただきたいことです。で、それがしっかりできるようになってきたら、次は、今言ったような、その特殊能力をしっかり抑えれるように先に取ってあげるのか、もしくは、経験点割り引かれる中身によってね、筋力をもらいたいから先に降格とか取っちゃうのかっていうところまで応用してね、考えていけるようになると、さらにねサクセス伸ばせれるのかなと思います。まあ正直言いまして、僕もねこの辺まだその後半で言った方はまだまだ下手くそでね、日々努力していっているところなので、ぜひともね一緒に僕のサクセス動画とか毎日アップロードしていますので、一緒にご覧いただいてですね、切磋琢磨皆さんとしていただきしていければいいなと思っております。はい、まあということでね、結構、最初のところはすごい簡単なお話だったんですけど、本当に結構これね、なんだかんだ難しいところで、僕も1年間やっててもまだまだだなって思うところであるので、頑張ってね本当に一緒に勉強していきましょう。はい、あとはまあそのじゃあ何はコツ3で何はコツ5っていうご質問いただくかもしれないんですけど、まあそれはね皆さんでスクリーンショット撮っていただいて計算していただければいいなと思います。はい、あーで危な、最後に忘れていた、最後にちょっともう一つだけ画面切り替えます。で最後にこちらちょっとねおまけとして見ていただきたいんですけれども、まあちょっと初心者講座にしては難しいかもしれないんですけれども、こちらはですね基礎骨の、軽減点早見グラフとなっております。これ基礎骨って何かと言いますと、例えばテツさんとかね、さっき言ってた怒り守るとかはね、基礎骨というものを持っております。休息を取得するのに必要な経験点を割り引いてくれるとか、ミートを取得するのに必要な経験点を割り引いてくれるっていうものがあるんですけれども、これがねそちらの経験点がどれくらい割り引かれるかっていうものを、表したグラフで、まあそれは基本的にね SR キャラしか多分現状持っていないので、コツ1回で取るかコツ2回で取るかっていうお話になってくるんですけども、それはねこのグラフの通りでございますと、例えば、守備とか肩に関してはコツ1回来ちゃえばもうグググググッと上げていっていいよと、まあこれもよくいただく質問なんでね。はい、例えばね怒り進むと田中山を一緒に使っていてあげて、まあ田中山は守備力上げておいた方が筋トレの成功率上がりますので、もう怒り進むのね守備骨が1回来ちゃえばこれ99までを上げて一緒ですと、多分100になる瞬間だけ違うのかな。はい、っていうところで99まで上げて大丈夫だよと。ただ逆に言いますとミート、テツさんのミートに関しては D50 まではコツ1回くれば上げてもいいんですけど、D50 以降はコツ2回の場合とコツ1回の場合で、経験点違いますので D50 以上上げる場合はコツ2回待ちましょうと。なので僕テツさん使う場合は、
まあ、とりあえず、試合までにね、コツ一回来てくれれば D まで上げれるけれども、まあ、D で止めているというところですね。はい。で、まあ、球速とかコントロールに関しては基本的には、コツ2回待った方がいいっていうところで、これがセンス丸になってくるとまた違ってくるので、下のね、画像を参考にいただければと思います。まあ、センス丸の時は基本的にはコツ2回待つんだけれども、守備肩のみ、50までは一緒なのかなっていうところです。はい、まあ一応ねこれも最後参考程度につけさせていただきます。はい、といったわけでね、本当に奥が深いパワープロの特殊能力のお話でございましたが、何か分からなかったこと等ありましたらコメント欄にの方に書いていただければ、コメ編するかまた違う動画にね、させていただきたいと思いますので、今後もよろしくお願いいたします。はい、パワープロの初心者講座でね、まだ撮ってない動画でこんなことを説明してほしいっていうものがありましたら、今回のコメント欄の方に書いていていただけると嬉しいです。はい、というわけで今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画が良ければぜひともグッドボタン、そしてチャンネル登録の方ぜひぜひお願いいたします。皆様からのワンクリックが僕の活動の励みとなっておりますので、何卒よろしくお願いいたします。この後は概要欄にありますいろいろな再生リストから他の動画をお楽しみください。それではまた別の動画でお会いいたしましょう。アディオス。